唯一の大学のワイオミング大学がある。オールバニー軍は1868年に組織された。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1160平方キロメートルである。このうち11066平方キロメートルが陸地で、93平方キロメートルが水地域である。総面積の0.84%が水地域となっている。 オールバニー軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この軍は32014人、13269世帯、及び7006家族が暮らしている。人口密度は3平方キロメートルで、1平方キロメートルの平均的な密度に15215件の住居が建っている。この軍の人種的構成は白人91.32%。 アフリカン・アメリカン1.11%、先住民0.95%、アジア系1.70%、太平洋諸島系0.06%、その他の人種2.65%、及び 2. 22、根結2.22%で、人口の7.49%がヒスパニック、または、ラテン系である。人口のうち24.4%が、ドイツ系。 11.1%がイングランド系、10.2%がアイルランド系、6.1%がアメリカ系移民の子孫である。13,269世帯のうち23.90%は18歳未満の子供と暮らしており、42.00%は夫婦で生活している。7.50%は未婚の女性が世帯主であり、 47.20%は家族以外の住人と同居している。31.40%は独身の居住者が住んでおり、6.20%は65歳以上で、独居である。620世帯は未婚の恋人と同棲していて、そのうち611世帯は異性愛者、3世帯は男性の同性愛者、6世帯は 女性の同性愛者同士で住んでいる。一世帯あたりの平均人数は2.23人であり、家庭の場合は2.84人である。軍内の住民は18.40%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が28.20%、25歳以上44歳以下が26.10%、45歳。 以上64歳以下が19.1%及び65歳以上が8.30%にわたっている。中央値年齢は27歳である。女性100人ごとに対して男性は106.70に似て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は106.40人いる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は28,790ベイドルであり、家族ごとでは44,334ベイドルである。男性の31,087ベイドルに対して女性は22,061ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は16,706ベイドルである。人口の21.0%及び、 家族の10.8%は貧困線以下である。18歳未満の15.70%及び65歳以上の8.80%は貧困線以下の生活を送っている。ワイオミング州では人口密度が低いため州法により道路の状況などにより移動ができない地域に生徒が一人でも存在すれば小学校を開校することとなっている。 2019年、軍内で州法が適用され10年以上ぶりに再開する小学校が現れてニュースとなった。軍内のモートンパスを通るワイオミング州道34号線。都市庁国勢調査指定地域その他、ワイオミング州オールバニ軍の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年1月31日閲覧。アメリカ合衆国国勢調査局。 2008年11月6日閲覧。10年ぶりに小学校を再開。ただし生徒は一人一枚セーブ。CNN2019 年3月10日閲覧。ありがとうございます。